今回は一瞬で試合の流れを変えたヘビー級の逆転 KO7 試合をご紹介します。マーク・ハント対ジェロム・レバンナの試合は2001年12月8日 K-1 ワールドグランプリ準決勝で行われました。1年前にバンナに敗れていたハントにとってはリベンジマッチでもありました。ハントはニュージーランド出身、サモアの怪人と呼ばれた120キロの巨体ながら俊敏さも併せ持つハードパンチャー。一方のバンナはフランス出身のキックボクサーで、当時は K-1 の番長バトルサイボーグと呼ばれ、無冠の帝王として知られる、こちらもトップファイターです。試合前の10月9日、グランプリに出場する8人のファイターが集まり、組み合わせ抽選会が行われると、誰もがバンナの入った A ブロックを避ける中、ハントは普通にバンナとの対戦を選び、会場からは大きな声援と拍手が起きました。バンナへのリベンジを狙うハント、気合は十分です。試合は一発一発がとんでもない威力を持つヘビー級ならではの緊張感がリング上に充満しています。では見ていきましょう。1ラウンド、バンナは距離を取りながら強烈なハイキックやミドルキックを的確に当てていきます。ガードの上からでもハントにダメージを与えているのが分かります。頭蓋骨の厚さが普通の人の何倍もあるハントなので耐えれていますが、普通に考えてバンナの剛腕相当やばいです。2ラウンドに入るとハントは積極的に前に出ます。バンナのパンチを受けながらもシャープでコンパクトなパンチを放っていきます。それでも体格差が勝るバンナが膝蹴りとパンチでハントをコーナーへ追い込み、左ストレートをデュクシッとかますと、ハントはおでこで受け、もっと打ってこいと自らの顎を前に突き出すアピール。これには解説席の藤原紀香も思わずかっこいいと興奮、ちょっとうるさいです。ここからハントが奇跡の逆転を見せます。ハントが剛腕を振り回し、バンナのガードの上からでも殴り続けると、今度はハントがバンナをコーナーに詰めます。そして至近距離でバンナの顎に強烈な右フックを当てると、バンナが硬直、失神して動きの止まったバンナにさらにダメ押しの左右のフックを叩き込むと、バンナは撃沈、試合終了。ハントは劣勢から大逆転失神 KO でバンナを破り、東京ドーム5万人の観客を熱狂の渦に巻き込んだのです。勢いに乗ったハントはこの年の K-1 ヘビー級王者にも輝きました。2002年12月、 K-1 ワールドグランプリの準々決勝でボブ・サップとアーネスト・ホーストの対戦が繰り広げられました。サップは160キロの巨漢で、フットボールからプロレスへ転向、さらにプライドから K-1 へと流れ、彗星のごとく日本マット界に現れたファイターです。プライドでデビューした時は暗黒肉弾魔人というキャッチフレーズが付けられていたのは皆さんもご存知の通りですね。ネーミングセンス抜群すぎて笑えます。一方のホーストは K-1 ヘビー級王者としても知られ、長いリーチと超絶的なテクニックが特徴のレジェンドファイター。2人はすでに一度対戦しており、初戦では立ち技初心者のサップが力任せの強引なパンチラッシュでホーストを2度のダウンに追い込み、さらにホーストの左眉を大きくカットさせ、1ラウンド終了時にドクターストップ、なんとサップが TKO 勝利してしまったのです。ホーストにとってはパワーだけのサップに負けたことはかなりの屈辱です。今回のグランプリ準々決勝はホーストのリベンジマッチ、サップが2回目の奇跡を起こすのか、もしくはホーストのリベンジとなるのか、では見ていきましょう。試合開始早々、サップはホーストに向かって突進、巨体から繰り出される攻撃はまるで交通事故レベル、私が食らったら鞭打ち確定、自賠責保険も適用されることでしょう。しかしホーストは冷静に距離を取り、ローキックで試合をコントロール。徐々にサップの勢いは落ち、ホーストの的確な攻撃によるダメージが蓄積、サップの動きは止まってしまいます。形勢は逆転し、ホーストはローキックや左ボディでサップを追い詰めます。ホーストの強烈な左ボディでサップの体がくの字になる場面も見られます。これは効いたようで、ダウンするサップ、めちゃくちゃ痛そうな表情です。1ラウンドはホーストがテクニックでサップを完封、圧倒的優勢で終えました。サップはゴングに救われましたね。2ラウンドに入るとサップは体力を取り戻し、再びホーストへ圧力をかけに出ます。ホーストをロープ際に追い詰め、強烈な左右のフックを放っていきます。ここで今度はなんとホーストがダウン、立ち上がるも野獣と化したサップが襲いかかります。サップの攻撃に耐えながらも粘るホーストは反撃を試みますが、サップからコーナーに追い詰められると強烈なパンチの応酬を浴びます。ホーストが棒立ちになったところでレフェリーストップ、サップが見事な大逆転 TKO 勝利を収めました。
ホーストのテクニックをサップがパワーで跳ね返した忘れられない名勝負ですね。ホースト、何やっとるのに。1997年4月、K1 ブレイブで行われたアーネスト・ホーストとマイク・ベルナルドの一戦も K1 屈指の名勝負として劇的なフィニッシュを迎えました。ベルナルドはハードなパンチを武器に持つトップファイター。切れてない、でもおなじみですね。後に4度も K1 王者となったホーストを倒せば、より K1 のトップに君臨できる可能性を秘めており、注目された一戦でした。一方のホーストは殺気ぶりなので略します。では見ていきましょう。試合開始直後、ホーストは前蹴りで牽制。ベルジャンは右ストレートで応戦。一進一退の激しい攻防が続きます。2ラウンドには両者のローキックが交錯すると、ベルナルドがワンツーからの左フックとコンビネーションをつなげ、ホーストからダウンを奪います。ベルナルドは距離を詰めて攻撃を仕掛けますが、今度はホーストの強烈なローキックがベルナルドをぐらつかせます。3ラウンド、ホーストが左ハイキックやジャブで様子を見るも、ベルナルドもパンチで応戦。どちらかといえば、ホーストの連続ローでベルナルドの方がダメージが深そうです。4ラウンド、ホーストが有利に試合を運ぶ中、ベルナルドの左フックでホーストは左目の上をカット。出血によりドクターチェックが入ります。意外と出血しているのか、チェックは長く、あれ、ここで試合終わりそう、的な雰囲気です。なんとか試合が再開されると、ジャブで距離を取るホーストは、左フックからの右ローをヒットさせると、左フック、左アッパー、左フックと怒涛の攻撃。左ボディーブローからの左フックを見事にクリーンヒットさせて、ベルジャンを誇ります。ホーストの最後の左フックは顎を打ち抜き、脳みそをグラングランに揺らされたベルナルド。立ち上がろうとしますが、足がもつれ立ち上がれず、4ラウンド1分3秒、ホーストの TKO 勝利となりました。ホーストのヘビー級とは思えない高速コンビネーションが冴え渡った試合でした。立ち技の試合が続いたので、MMA の逆転 KO も紹介しましょう。この衝撃的な逆転 KO は、UFC の数ある試合の中でも、1、2を争う大逆転 KO として語り継がれています。UFC ヘビー級でのパッド・バリー対シーク・コンゴの一戦。バリーはキックボクシングをバックボーンとするファイター。一方のコンゴは空手がベースのファイターで、2010年にプライドから UFC に移籍したミルコ・クロコップに勝利している選手です。下馬評ではコンゴが優勢。試合が始まると金網を背にサークリングで距離を測るコンゴ。コンゴが右ミドル放った直後、バリーがオーバーハンド気味に放った右フックがリュクシとコンゴにクリーンヒット。予想外のパンチを受けてしまったコンゴ。バリーに必死に組みついてしのごうとしますが、体がぐにゃぐにゃです。黒さといい、動きといい、うなぎのつかみ取りでしょうか。いいえ、格闘技です。コンゴは力が入らないのでしょう。そんなピンチにバリーの右フックがさらに襲いかかってきます。組みついてくるコンゴにパンチのラッシュで勝負をかけるバリー。どのタイミングで試合を止められてもおかしくはありませんが、まだレフリーは様子を見ます。立ち上がったがダメージからふらつきまくるコンゴ。ここは距離を取りたいところです。ここが攻め時と思ったバリーがコンゴを追いかけてフィニッシュを狙いますが、そこに待っていたのはコンゴが放った右フックからの右アッパー。この右アッパーが顎にクリーンヒットすると、バリーは白目を向き大の字で失神。コンゴは最後の力を振り絞って追撃のパウンドに行くと、レフリーが試合を止めます。試合のほとんどはバリーが攻めていましたが、残念ながら勝利の女神はバリーに振り向いてはくれませんでした。見事に大逆転勝利を果たした今後のコンゴにも注目です。一本。次に紹介するのは K-1 ワールドグランプリ2007初代 K-1 ヘビー級王座挑戦者決定戦、ルスラン・カラエフ対バダハリの一戦です。カラエフは速射砲の異名を持ち、高速の連打やバックハンドブローなどを得意とするくるくる回る攻撃が得意な選手。一方のバダハリは悪魔王子のニックネームで分かる通り、本物のワルでシャレにならない犯罪もたくさん犯している超危険人物。2006年の初対決の時にはカラエフが1ラウンド52秒で KO 勝ちを収めていますが、倒れたバダハリに蹴りをぶち込んでいることもあり、試合後に揉めました。バダハリにしてみれば前回の裁定に納得いってないのは明らかで、報復したくてたまらなかったでしょう。前回から半年、2度目の対戦が実現し、試合は1ラウンド開始早々から両者ともに激しい打ち合いとなります。2ラウンドに入るとカラエフが積極的に前に出て攻め立てます。途中勢い余ってバダハリがリングから落ちそうになると、抱きかかえるようにリングに戻してくれるカラエフ。韓流恋愛ドラマにありそうなシーンで、ドキがムネムネです。カラエフは左右のパンチをブンブンに振って、
前に突進、パンチや前蹴りで距離を取りたいバダハリですが、カラエフの勢いに後退せざるを得ません。それでもカウンターを合わせるなどバダハリも対抗し、気がつけばカラエフは鼻から流血。両者ともに一歩も譲らない攻防を繰り広げましたが、流れを変えたのはカラエフで、バダハリの顔面にパンチをヒットさせダウンを奪います。押し切られるように倒されたバダハリ、表情は冷静です。ゆっくりと立ち上がり、試合が再開されると、突っ込んできたカラエフの左にバダハリが電光石火のライトクロス。この一発でカラエフの意識を刈り取ったバダハリが2ラウンド2分46秒芸術的な KO で大逆転勝利。前回のリベンジをきっちりと果たしました。これは痺れますね。カラエフとの試合は20代の時で、ヤングで生きのいいバダハリでしたが、次に紹介するのはアラフォーになったバダハリの試合です。 K1 からオランダのグローリーに活躍の場を移したバダハリ、2019年にはグローリーヘビー級タイトルマッチに挑み、王者リコ・バーホーベンから2度のダウンを奪うも、攻撃中に足首をひねりドクターストップによる TKO 負け。2020年12月に行われたベンジャミン・アデグバイ戦では KO 負けして鼻を2箇所骨折するなど、年による影響か怪我が続きます。そして復帰戦となったのが、今回ご紹介するグローリー78でのゾセクとの試合です。ゾセクはポーランド出身のキックボクサー、バダハリよりも7歳も若く、勢いに乗っている2メーター超えの巨人ファイターです。試合が始まるとバダハリが距離を詰め、プレッシャーをかけますが、ゾセクもジャブで応戦。バダハリはボディストレートやミドルキックで攻め立てます。若い時のスピードは感じられませんが、その分パワーが増してそうですね。ゾセクをロープに詰めてのボディで悶絶させると、ダウンを2度も奪い、復帰戦とは思えないほどの調子の良さを見せます。上下の内訳が相変わらずうまい。結構ボコられているゾセク、ダメージはあるものの、まだまだ試合を捨てません。2ラウンドに入るとまたしてもバダハリのボディで悶絶、ダウンしますがなんとか立ち上がります。ここまで3度もボディでダウンを奪ったバダハリ、試合再開後もしつこくボディを狙い撃ちです。ゾセクをロープに詰めて攻撃をしようとした次の瞬間、ロープに寄りかかったゾセクが近距離から左ハイキックを放つと、バダハリの右側頭部にもろにヒット。まともに食らったバダハリは巨木が倒れるかのようにゆっくりと後ろに倒れ込んでダウン。レフェリーがカウントを数えるも立ち上がれず、まさかの逆転 KO 負け。最後まで試合を捨てなかったゾセクの執念がビッグアップセットを実現しました。最後にご紹介するのはピーター・アーツとジェロム・レバンナによる奇跡の大逆転 KO です。2人はこれまでに4度対戦し、初対決と2度目の対決ではアーツがどちらも KO 勝利。20世紀最強の暴君として恐れられたアーツが格の違いを見せつけましたが、数々の強敵を打ち破ってきたバンナも徐々に頭角を現していきます。迎えた3度目の対決は K1 グランプリ99トーナメントの準々決勝で実現されます。試合はいきなりクライマックスかと思わせるような展開から始まります。開始早々パンチでグイグイ前に出るバンナ、重そうなミドルキックで牽制するアーツ、どちらも一発で試合を決める破壊力があるので緊張感がありまくりクリスティです。そんなしょうもないことを思った瞬間、試合開始15秒でアーツの強烈な右ハイキックがバンナの頭部にヒット。なんとか立ち上がりましたが、バンナの足はフラフラな状態です。バンナがダメージを受けているのは観客も理解できるほどのフラフラさ。アーツがこのチャンスを逃すはずがありません。フィニッシュを決めようと右ストレート、ハイキックと攻め立てます。しかし焦りからか攻撃が単発になり、ガードも下がり気味。それでも破壊力抜群なパンチとキックをバンナに叩き込み仕留めに行きます。バンナ危うし、しかしここでバンナが奇跡を起こします。徐々に回復してきたバンナが前に出て、アーツをロープ際に追い詰めると、次の瞬間打ち合いの中でバンナの左フックがアーツの顎に命中。アーツは崩れ落ちるかのようにダウンします。頭は上がったままで必死に立ち上がろうとするアーツですが、意識は朦朧としているのか体がついてきません。結局立ち上がることができず倒れたまま試合終了。開始早々のハイキックでダウンを奪われたバンナが大ピンチから見事な大逆転 KO 勝利を果たしました。試合時間は1ラウンド1分11秒とカップラーメンもまだできてないし、うまかっちゃんもできないほどの秒殺 KO1 が並んでポッキーみたいな感じでしたが、短い時間の中に K1 の醍醐味がギュッと詰まったような最高の名勝負でしたね。続いてはミスターパーフェクトアーネストホーストと行きたいところですが、グラコロが終わりそうなのでマックに行ってきます。
次のファイトでお会いしましょう。それではまた。